はい、動画をご覧の皆さん、少年ピースです。先日少年ピースの方でも呼びかけた佐賀県への募金ですね。まあ、たくさんの本当にね、皆さんのお気持ちをいただきました。少年ピース2人からもこうやってお礼をね、言わせていただければと思います。今回ありがとうございました。ありがとうございます。ね、少しでも、まあ、佐賀県の、まあ、復興というか、うんうん、ね、少しでもなれば僕らとしても ものすごく、嬉しいですし、はい、まあ、この後振り込むんですけれども、高見くん何かありますか？そうですね、僕ら大阪にいますけど、うん、まあ、遠く離れてはいますけど、何らかこう、まあ、お手伝いできることってとりあえずはまあ募金という形かなと思っての今回のお声掛けでしたけれども、うん、皆さん賛同いただいてですね、いっぱいこうお気持ちいただけたのが非常に嬉しかったですね。そのお気持ちがね、いや本当に嬉しいですと、うん、いうことで実際に振り込んでいきます。はい、純くんここに画面出すんでちょっとずれてください。はいはい、というわけで今から振り込んでいきます。今モザイクをかけないと僕の貯金額が出てます。うん、新しい振込先に振り込む佐賀銀行。佐賀県健康福祉部福祉課に振り込みさせていただきます。はい、いただいたお金総額プラス僕らからの寄付、はい、合わせまして7万円振り込ませていただくことにしました。たくさんありがとうございます。名前はじゃあ少年ピース名義にしとこうか。はい、はい、こんな感じでいいですか？はい、振り込み金額7万円ですね。はい、振り込みます。はい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 、正常に受け付けました。はい、無事募金これで完了ということですね。はい、完了でございます。はい、改めて、今回は、賛同いただいた皆さん、お気持ちいただいた皆さん、今回本当にありがとうございました。ありがとうございました。